これで一気にもう今、谷繁さん、はい、もうこれ、またスタートですね、はい、まあ、時間的には、あの今、ドジャースになってしまいましたね、はい、4回までノーヒットピッチングのコールから5回に5点を奪い返したというドジャース、中井さん、これがワールドシリーズなんでしょうか。先にジャッジが目覚めまして、ね、どっちが先に大谷とジャッジがっていう話しましたけど、大谷かジャッジか、大谷かちょっとジャッジの方が多かったんじゃないですか。あ、言ったの確かに1回多かったでもこれでね、あのまたあの大谷選手も目覚めてくれるんじゃないかなと思いますし、かつ系統ですね、ヤンキースもドジャースも、はい、パターンの系統になるんじゃないかなと思いますね。勝ちパターンの一人、ビシダがマウンドに上がりました。ドジャース5番手です。5回の裏、ニューヨークヤンキースの攻撃、高橋さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同点に追いついた後マウンド託されたビシダ、バッターボックスは今日もホームランを放っているスタントン物駅、いいとこにました。2球送ってワンアウトです。改めて流れという部分、五十嵐さん、ドジャースが完全に息を引き返しました。勝てばチャンピオンという大事です。君に雰囲気変わりましたよね。本当に野球怖いなと思いますね。マミスであってエラーからこの展開になるので、はい、まあ、ただヤンキース打線もちろん、ね、ミスが絡んで失点はしてしまったんですけども、じゃあ打線が悪いかとそういうわけではないので、はい、まあ、今後 の、 そのヤンキース打線に、ね、ちょっと期待したいなと思います。打席には6番のリゾです。まあ、初回にジャッジのツーランホームラン、ティザムジュニアのホームラン、2者連続で3点を先制しました。2回にはバージューゴのタイムリー、3回にはスタントのホームランを受けて、ただ5回の表、エース、スリーマン、ヨスカー・ヘルナンデス、一気に5点を返したロサンゼルス・ドジャース。ドジャースの3勝、ヤンキースと1勝で迎えているこの第5戦です。ヤンキースとしては簡単にこの辺に終われないですよね。ね、まあ反撃というかね、追加点というか、ランナーを出しながら、ちょっとこう、相手に圧力をかけていきたいですね。ベシアは、このワールドシリーズ4試合目の登板です。ここはですから、2イニング打者6人をパーフェクトに抑えています。ワールドシリーズが再び、ロースターを追ってきたこのベシア。静かになってないですか。あ、それ気のせいじゃないと思います、ね、やっぱり、ね、5回の5失点というのはファンにとってもちょっと、ね、まあ、予想できない展開だったでしたよね。となるとやはり熱を取り戻すようなゴルフィーが待っているでしょうか。そうですね、3連敗で迎えた第4戦、満塁ホームランがありました。もちろん、同点に追いついたら、ね、味方がここはもうスムーズにこう3人で終わってくるっていうことをすればね、さらに打線の方が